本日7月3日、つくばみらい市役所の職員が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。この職員は伊那庁舎で勤務をしており、これに伴い本日の正午に伊那庁舎を閉鎖し、庁舎内の消毒を実施しました。この職員は窓口業務担当はしておりません。そして現在は医療機関に入院しております。今後の市役所の業務につきましては、伊那庁舎、矢原庁舎の両庁舎において、7月6日月曜から通常の業務を予定しております。市民の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、今後もより一層感染拡大防止に努めてまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。はい、お忙しいところお集まりをいただきましてありがとうございます。今日、本日ですね、茨城県から県内で6人の新たなコロナの感染者が確認されたと発表がありましたけれども、そのうちの1名がですね、つくばみらい市役所の職員であったと、そして伊那庁舎勤務のご職員であったということでございます。そのご報告ということでございます。感染した職員の概要についてでございますけれども、伊那庁舎勤務の40代の男性の職員です。つくばみらい市内在住、一般事務の職員ということでございます。なお該当のこの職員ですが、窓口の担当業務はしておりませんので、あらかじめご報告を。そして市といたしましては、本日午前中にですね、感染確認という報告を受けました。そして、直ちに新型コロナウイルス 感染症対策本部会議を開催しまして、今後の対応の協議を行ったところでございます。その本部での協議を受けまして、本日正午12時に伊那庁舎をこちらを閉庁いたしました。そして14時30分より職員30名で、庁舎内の全体消毒を行ったところでございます。該当する職員と同じ課で勤務する職員につきましては、全職員を自宅待機としまして、2週間の自宅での健康観察としたところでございます。今後の対応につきましては、状況を見ながらですね、態度をまた決定させていただきたいというふうに考えております。それでは私からこの職員のこれまでの経過ですね、現在の症状と合わせてご報告をさせていただきます。この職員が、今週6月の29日の月曜日出勤をしました。その時はですね、熱はなく背部、背中がちょっと痛いということをちょっと話していたということを報告を受けております。次の6月30日火曜日なんですが、この日は朝から 37.5 度から38度の発熱があったということで、出勤はしておりません。自宅観察ということで自宅待機をしています。そして7月1日水曜日なんですが、37度の微熱、そして夜間から咳の症状が出てきたということがありました。そして翌7月2日木曜日なんですが、38度の発熱が続き、また咳の症状が見られたということから、医療機関を受診し、肺炎という診断が出たというところがありまして、同日7月2日木曜日ですね、昨日ですね、PCR 検査を受けまして、検体採取、そして本日7月3日金曜日陽性と判明したところでございます。本人はですね、現在入院をしております。そしてこの当該職員の勤務状況等なんですが、6月29日の月曜日、これは通常勤務をしております。勤務中はマスクを着用していたというところです。6月30日火曜日以降は、自宅で療養していたという報告を受けております。先
ほども申し上げましたが、この職員につきましては窓口を対応するという業務は行っておりません。そして、付け加えますけども海外への渡航歴はなしということでございます。私からの報告は以上でございます。